超人的な力、それとも何か別なものか。私には何が必要なのかわからなくなっていた。すべてを求めすぎてすべてを失う、その時は間近に迫っていたのだ。いらっしゃいませ。ラファエル、いよいよお前がこの城を継ぐ時が来た。お前はこれから竜の庭へ行き、竜騎士と会い、城の後継者である証を示し、竜騎士から奥義を学んでこなければならない。私にできるのでしょうか。バカ者、できるできないではない、やらねばならんのだ。はい。竜の庭だとか竜騎士だとかの話は初めて耳にしました。これはこの城を継ぐ者にだけ伝えられてきた秘伝、テオドールでも知らぬことだ。よくおいでくださいました。お久しぶりです。コンスタンツの件ではお世話になりました。ちょうど良いところへ来てくれた。ラファエルの手助けをしてやってくれないか。ありがとうございます。ラファエルの手助けをしてやってくれないか。
この竜の谷を抜けたところに竜の庭があります。さあ行きましょう。足を引っ張らないように頑張ります。危険は避けるのが泥棒の基本なんだがな。
この奥に竜の庭があるのか。我は騎士ラファエル、ミルザの盟友にして騎士団の創設者オイゲンの後を継ぐ者である。竜であり騎士である者よ、オイゲンに伝えし奥義を我に与えよ。騎士の技を与えしオイゲンの真偽に応えよ。
いらっしゃいませ。お泊まりですか？よくいらした。本当にサルーインと戦うおつもりですか？ミルザはその使命を果たした時命を失いました。私はあなた様にそうなってほしくはありません。でも止めても無駄なのでしょうね。騎士の妻として恥ずかしい。これを持って行ってください。母の形見のお守りです。そして必ず生きて帰ってください。コンスタンス、約束しよう。いらっしゃいませ。お泊まりですか？